小バスしか釣れないところででかいの釣るにはでかいのが釣るところに行くんです小バスしか釣れないところでは小バスしか釣れませんでしょ小バスしか釣れてないんだからでかいのが釣れるところに行くんですね、釣りっていうのはそういうもんですえバス釣りで必要なのはまずポイントを見つけるそこの釣り場で釣るっていうことじゃなくてだから餌釣りっぽくなるの ね、釣れるところに行くだからアメリカの本場のトーナメントなんかではよー挑んで言ったらいきなり一、あのー、時間走る人がいるなんで一時間も走るんですか釣れるところに行くからです日本人はその辺に行ってずっとネキネキやってなんとか釣ろうとするんですだから釣りの基本が違いすぎる、えー、あのアマゾン行ったってそうよ釣れないところでやるやらない釣れるところに行くんです あの中入ったら釣れそうじゃねって言ったらそこ入ってくのよ。そこに入ってくのにねラグーンに入ってくのに1時間もこう枝を切りながら行ってそこで行くの入るの。ここまでして入ってるやつはいねえだろう中に楽園があるから行くの。ねアマゾンでその辺で釣れるのか釣れはしないから釣れないところ何やったって釣れないの。ねはい。えー